テニスの全豪オープン、錦織圭3回戦の相手は世界ランク27位スペインのガルシア・ロペス。第1セット、強烈なダウンザラインを決めると、ラリー戦を制しこのセットを奪います。しかしここでアクシデント、右手首の痛みを訴えメディカルタイムアウトを取り治療を行います。第2セット、右手首の影響か今大会初めてセットを落としてしまいます。しかしここからギアチェンジ、本来の姿を取り戻していきます。錦織は2時間48分の熱戦を制し5年連続のベスト16入りを決めました。